超絶品鶏ガラ醤油うどんを作っていきます。熱したフライパンにごま油を入れて中火で鶏肉を焼き色がつくまで炒めます。舞茸を加えてよく炒めたら弱火に変えて醤油、水、料理酒、みりん、砂糖、鶏ガラスープの素、ニンニクチューブ、生姜チューブを加えてよく混ぜます。冷凍うどんを加えてよく煮えたらネギを乗せて完成。